ここのところずっとあの、うん、本業の経済の話をしていなかった間にですね、はいえー、東京株式市場が大変なことになっていて、うんえー、5月22日に、うんえー、ついに東証一部の時価総額、うん、時価総額っていうのは発行されてる 株式の株価を全部足した東京証券取引所一部上場企業の株の総額がなんとバブル期を超えたんですね。いくらある？ええだいたい六百兆円ぐらいです。五百九十九兆とか。ええそれこの株価がどんどん今上がっていて、上がってて、そのために。 ためにっていうかその含み益みたいなのが株価の上がると同時にどんどん増えたね、まあうん、ええでこれ実は何でそうなったかっていうとあのここのとこもうちょっと上がっているのは、うんあのー、先週の金曜日まで今日の割値がどうなったかは、うん まだ終わってないか、あ、終わったかな、あの、知らないんですけど。今日ちょこっと下がってたんですが、あの、先週の金曜日までなんと十一連投。十一日間上がり続けると、これはなんと二十七年ぶりの事態なんです。あ、ものすごい株価が上がってるんですね。で、こういった状況の中で多くの人が、これバブルだ、ね。 あの時価総額がバブル期を超えたんだからバブルに決まってんだろう、うん、でもう一つあのウォレン・バフェットっていうアメリカの有名な投資家がいてえ彼がバフェット指数っていうのをまあ 本人が使っているかかかどどうかは分からないんですけど彼が重視している指標っていうのが、えー、この時価総額を名目 GDP で割ってつまり国全体の付加価値 GDP の何倍の時価総額になってますかでこれが1倍を超えると要するに時価総額が GDP を超えると株式市場は過熱だ っていいうののがバフェットの言い分なんですだからそれをバフェット指数って呼んでるんですけどこれ日本の GDP ってまあ500兆円ぐらいなんで、はい、600兆時価総額があるっていうことは1.2倍、うん、つまり2割バブっているんだって っていう人もいるんですねただ私はそれはちょっと今回の株高には当ては,まれ当てはめられないんじゃないかなっていうふうに思っていますでそれは何でかっていうとですね、はい、このバブル期の時と今と比べると東証一部の上場企業の数が6割も増えてるんですバブル期は1165社だったのが今1883社もあるんですねつまり 上場企業が増えれば数が増えれば時価総額は増えるに決まってるわけです。アメリカみたいに株式市場が完全成熟化しているところではバフェット指数っていうのはいいんですけれども、あの日本のようにまだまだこう上場する企業が増えていくっていう中ではですね、なかなかこれを適用するのは難しいっていうことです。でもう一つあの実は理由があってこの。 株価は景気を先取りするんです、半年から1年ぐらい先の景気を先取りするんですね、昨年度はひどかったんですよ、なんと GDP の成長率、マイナス1%、マイナス成長だったんです、この3月まで、ついこの間まで。ところがですね今は 割といいんですよでなぜいいかっていうと物価が上が上らなくなくったんです、うんあのー、あちこちのニュース番組で、うんえー、6月から小麦粉が上がって大変だとか値、うん、上げ値上げ値上げって,っってみんな言ってんですけど、うん、でも数字を見ると4月の消費者物価上昇率はなんと0.3なんです。うん、1>, 1年前の5月は、うん 3.4%上がったんです。つまり物価上昇率がドーンと落ちてるんです。これはあの消費税引き上げから1年経って一巡したのともう一つはあの去年の秋ぐらいから原油価格がドーンと下がってまあほぼ半額になったわけですね。でその紙風によって今物価は落ち着いてるわけですよ。で一方でえ賃上げ率はほぼ昨年を上回るのは確実な状況になって。 中小は上がってねえぞお前ってそれはそうなんですけれども大手はは上上ががっってていいるる組わけですそうするとその人たちは実質所得は大きくプラスになる中小の人も賃金は上がってないけど物価も上がってないので去年のような所得のマイナスっちゅうことにはならないわけですよ。しかも年金今年0.9%増えます。 えー、実際の支払いは来月から増えます。昨年は減りました、うん、ということは現役世代も年寄り世代も名目所得は増えるわけです。でその中で物価が上がらないと実質所得は増えるわけですよ。ということは去年のようなもう悲惨な所得減少っていうことは今年今年度はないわけです。だからら景気は去年に比べたら 良くなっていくっていうのはほぼ確実なんで、それを先取りしているっていうことなんですね。で、本当に景気いい、いいですあ、で、そこなんです。で、そこがね、一番の問題で。あの、大竹さんと同じことをおっしゃる方が日本人の9割以上占めてるぞ。全然良くなってねえぞ。みんな。で、え、で、皆さん、よく考えてください。いいですか。この。 株価っていうのは日経平均株価っていうのは日本の中で最もこう好調な企業225社を株価を平均させるわけです。でこの東証全体の値動きを示すトピックスっていう指標があるんですけどこれでも上場企業を平均してるわけですよ。いいですか皆さん今は 強いいい企企企業業業大手企業勝ち組企業はすごくいいんですで、この株価は上場してないその例えば街中の商店街の魚屋さんだとかお肉屋さんだとかそんなとこは一切関係なくそこは反映されてない うん、強い企業だけの平均っていうので株価を出してんですから、うんうん、強い企業って日本の企業の中でまあ強いというか、はい、大手って何パーセントなの、うん、大手は上場企業でいうと、うんうん、えーっとントぐらいかな。 全企業の全企業のでしょ数でいうとでしょ、はい、そこがそこが好調なんです好調なんでそれとなんかこう年金みたいなのをこう株にぶっこんでるわけでしょ、はいはい、それでそれ大手の一部の0.1%と、はい、から年金をぶっこんでてで株が上がってるわけでしょ、はい、であと外国の投資家機関投資家でしょ

今年の末ぐらいからまた上がり始めると思います。でそれは理由が2つあって1つは原油価格がまた上がり始めていることはい、はい、そしてもう1つは円安がさらに進んでいるでこれでまあしばらくはこ,うこれまで下がってきた原油価格の下落でねあの落ち着いたんですけど日銀の金融緩和も続けてますしこれ必ず上がってくるわけですよ。でその時に その物価が上がり始めるとこういう経済状況だと金利はつかないわけです。でここで考えなきゃいけないのがじゃあここでもう上がっちゃったから株式投資なんか絶対できねえよって思うか乗っかりに行くかどっちかなんですよ。ここのの乗っかかりにに行くどうしたらいいれははですね実実ほぼ確な 成長産業っていうのがあるんですこれは何かっていうと、うん、安倍政権がどんどん規制緩和をするわけですねうん、うん、規制緩和をするとそこに大手企業がボーンと入ってって儲かるわけです、うん、そこの株価は上がるわけですようん、うん、例えば派遣法改正をして派遣を大幅に増やそうとしているんですけれどもうん、うん、そうすると派遣会社を儲かるようになるんですうん、うんね、私はもっとですねもっと大きな規制緩和の利権産業が生まれるのは、うん、実は防衛産業 え今もう安全保障関連法案でえ日本を戦争する国にしようとアメリカの軍事費は日本の10倍以上ですからでそこに一体となって日本の軍需関連企業が勢力を伸ばしていこうとしているわけです。そうするとこの株価は 上がるるに決まってるわけですよだからね、うん、あの両親をもってえそういうことにあのえ加担するような日本の平和を脅かすようなことには加担しなさいしませんって思って株を買わないっていうのと。うんうんうん えー、もう一つの戦略は、えー、そうは言い,いながら金のためには手段を選ばないっていう、うんえー、どっちかを、えー、選ばなきゃいけないっていう時代に入っちゃってるのかなと私は思いますまあ、ねえー。ちなみに私は買いませんもちろんねそれまあこ株持ってないから分かんないけどそれと同時にそのなんて言うのこう物の値段は今中小とかそういう零細企業とかが は間を飲んでるわけでしょ。はい、利益を減らして。はい、だからこうなんかこうあ,ある程度保ってるわけでしょ。はい、こうだからこれお金がなんか物価が上がっていくっていうのはこの人たちがもう飲めなくなったっていう話と同じことイコールでしょだってそれは。だから飲めなくなったから必然的にしょうがないからもう例えばねパンの値段上げるよとか、うん、豆腐の値段上げるよってことになるわけじゃない。はい、でそれは なんかこう日本で全部平均してな慣らしてみたらそれが物価が上がることはい,いいことに動いていくのことなの、うん、今でも飲みきれなくなったものが出てきたわけでしょいいいいだからそういったところの人は値上げしても豊かにはならないでならないでしょで,でも今の政策は強い人より強く。うんうん そうじゃない人はそれなりに、ね。ちなみにあの今日の割値は六円高の二万五百六十九円とまだ上がってるということですが、あの金子マさんはもうバブルだ間違いないっていうふうにはおっしゃってます森谷さんこれバブルだとは思わないわ。バブルじゃないです。勝ち組が良くなっているっていう証拠でじゃあこれはまだ弾けない。弾けるってバブル。弾けないと思います。まバブルじゃないんだったら弾けないよ、ね。はい、うん。は、う、い、ん。弾けないと思います。うん、少なくとも一二年は弾けないと思います。はい。 森、はい、永さんありがとうございましどうしたらいいんですか森永さんありがとうございましたいい明日はコラムニストの深澤真樹さんがいらっしゃいます